合津鬼怒川線は、栃木県日光市にある新藤原駅と福島県南合津郡南合津町にある合津高原尾瀬口駅を結ぶ、野岸鉄道が経営する鉄道路線である。愛称は、ホット・スパラインで、路線名と合わせて、同社の広報で使用されている。この路線は、東武鉄道・鬼怒川線と合津鉄道合津線の、それぞれ終点を結び、 東武鉄道浅草駅から、伊勢崎線、日光線、絹川線及び本路線と合津鉄道合津線、東日本旅客鉄道只見線を経由して、合津若松駅へと続く、東京都福島県合津地方を短絡するルートの一部となっており、浅草駅と合津田島駅を結ぶ、特急列車、リバティ、合津や東武日光駅、絹川温泉駅と合図若松駅、北方駅を結ぶ、 快速列車、藍津マウントエクスプレスをはじめとする東京、日光、木の川温泉方面、藍津田島、藍津若松、北方方面からの直通列車が通り抜ける。栃木県と福島県の県境にある急瞬な山間部を通っており、起点新藤原駅の標高は425.3メートル。 終点合図高原小出口駅の標高は722.5メートル。駅では最も高い位置にある小賀高原駅の標高は約765メートルとなっている。日本鉄道建設公団により高規格な路線として建設されたため、単線30.7キロメートルのほとんどがトンネル、高架 橋梁による直線区間で構成されており、全駅停車の列車でも全線の所要時間は約35分、標定速度は約時速5 0トルであり、平地の鉄道と変わらない高速運行が可能となっている。トンネルの数は18、橋梁は64箇所あり、踏切は新藤原駅付近の1箇所と両端の駅の構内踏切を除いて存在しない。 川路湯本駅北の本路線沿線には民家がほとんどないなど沿線の人口は希薄で定期利用者は極度に少なく利用客の大多数が観光、保養客など沿線外からの中距離を移動する定期外利用で占められている路線のほとんどが日光国立公園内にある。また沿線の駅のうち最北端の合津高原小瀬口駅のみが 福島県南藍津町内にあり、栃木県側にある残りの駅は2006年の日光市発足により、すべて日光市内に所在する。沿線、周辺地域に絹川、川地、湯西川、塩原、奥絹、湯の花など多くの温泉地があることを広く PR するため、2006年3月のダイヤ改正に合わせて、路線愛称、ホット、スパラインの使用を開始した。 以下の列車種別が設定されている。あるいは設定されていた。先日の路線性格から、東武鉄道伊勢崎線、日光線、絹川線及び、合津鉄道合津線との直通運転が基本で、中距離輸送を主体としている。なお、直通先の合津鉄道では、電車列車の運転に必要な公主電気車、運転免許の所持者が在籍していないため、野岸鉄道の運転士、 車掌は、新藤原駅から合津田島駅まで通し乗務している。一方で、野間鉄道には、公主内燃車運転免許所持者が在籍していないため、船内の軌道車列車の運転業務は、合津鉄道に委託されている。特急、リバテ合津詳細は、ケゴン、野間鉄道、合津鉄道接続列車を、参照2017年4月21日より運行を、開始した。 特急列車。道路線を開始、東武伊勢崎線浅草駅、合津線合津田島駅を結ぶ。停車駅は列車により異なるが、新藤原駅、竜王京王駅、川路湯本駅、湯西川温泉駅、上見より塩原温泉口駅、合津高原尾瀬口駅は、すべての列車が停車する。また、小賀高原駅は上り一本のみが停車する。 東武鉄道所有の500系電車が充当される。道路線内での特急料金は380円で、あるが、合津絹川線内を含む下いま駅合津、田島駅間のみを座席の指定を行わず乗車する場合は、特急料金は不要となる。快速、合津マウント・エクスプレス詳細は、合津マウント・エクスプレスを参照2005年3月1日より運行を開始した。 当線を開始東部日光線東部日光駅、絹川線絹川温泉駅 JR 只見線、合津若松駅間を直通運転する列車種別である。当線内では、小賀高原駅以外の各駅に停車。絹川温泉駅で、新宿、浅草方面発着の特急、絹川、絹と連絡している。 合図鉄道所有の合図鉄道 AT-700.750 系機動車と合図鉄道 AT-600.650 系機動車が重当される。なお、2006年3月18日から2013年3月15日までは AT-600.650 系機動車仕様の一往復は合図オゼエクスプレスの列車名で運転されていた。 区間快速2021年3月13日のダイヤ改正で新設される予定の種別。後日の東武線からの直通列車として運行されます。合鉄道線合津田島駅南のみの運転で、当線内では各駅に停車するが、合津鉄道線内の途中駅は無停車で運行。新藤原駅以南の東武絹川線への乗り入れウは未定。トロッコ列車。 ゆめぐり号詳細は、藍津ロマン号を参照2012年3月25日より、特定日に運行されている。当線を開始東部鬼怒川線鬼怒川温泉駅、藍津鉄道藍津線藍津田島駅を直通運転する列車種別である。藍津田島方面のみの運転であり、鬼怒川温泉方面は運転されない。路線内では、新原駅、橋駅、 川路湯本駅、湯西川温泉駅、上見寄り塩原温泉口駅、藍津高原小瀬口駅に停車する。2019年までは、藍津若松駅まで直通運転していた。乗車には、トロッコ整理券が必要である。藍津鉄道所有の小里露天望列車編成が使用される。藍津マウントエクスプレスと同様に、藍津鉄道に運転業務を委託し、同社の運転士、 車掌が乗務する。普通早朝昼間帯を除いて、東武絹川線からの列車が直通し、さらに、合津高原尾瀬口駅から、合津線合津田島駅まで直通する。車両はこれら3社が所有する6050系電車が共通運用される。線内では、原則2両編成で運転され、東武鉄道と直通する列車は、新藤原駅や絹川公園駅などで、 改造決が行われる。臨時夜行列車、小手夜行、スノーパル浅草駅出発日の翌日の1往復に、限り4両編成での運転がある。その場合、車両運用の関係で350系で運転されることがある。臨時夜行列車、小手夜行、スノーパル東武鉄道から直通運転される夜行列車で、シーズンの週末、土曜を中心に下り、 列車のみ設定される。詳細は、東武鉄道夜行列車を参照。野岸鉄道六千五十系百番台二千八年十月撮影特急、スカイツリートレイン、南合図号詳細は、スカイツリートレインを参照二千十三年四月三十日より二千十六年十二月二十九日までの特定日に運行された列車で、東路線を開始、東武伊勢崎線北千住樹駅合図線合図。 田島駅を結んでいた。道路線内の停車駅は、新藤原駅、川地湯本駅、湯西川温泉駅、上見より塩原温泉口駅、会津高原大瀬口駅、東武鉄道所有の東武634型電車で運転された。快速急行、急行かつては、浅草駅会津高原駅間で、快速急行、おじか、後に、浅草駅合津田島駅間で急行。 南合図などの座席指定性列車が運転されていた。快速急行は6050系、急行は東武鉄道350系4両編成で運転。合図マウントエクスプレスの運転開始とともに、当線への直通運転は廃止となった。区間急行2006年3月18日改正で、設定された種別で当線内は各駅に停車。当線内では、 上り最終の区間快速の後に、合津田島発が一本運転されていた。2009年6月6日改正により、新栃木駅で系統が分離され、当線内での運転は廃止された。快速、区間快速早朝夜間を除いて、東武絹川線からの列車が直通し、さらに、合津高原尾瀬口駅から、合津線合津田島駅まで直通していた。両種別とも、 当線内はすべて各駅に停車していた。かつては、東武鉄道所有の3扉、4扉通勤電車も使用されていたが、後に、すべて6050系で運転されるようになった。2017年4月20日限りで、快速、区間快速は廃止され、乗車券のみ、乗り換えなしで、東京へ直結する列車は廃止となった。合図絹川線の輸送実績を可表に記す。 表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。合図絹川線の収入実績を可表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。五十里湖空撮画像中央部は、湯ニシ川に架かる八岸鉄道合図絹川線の湯ニシ川橋梁と、国道121号の赤湯大橋、改正鉄道布設方別表に掲げる予定線のうち、第十三号の 栃木県今市より高乗りをふって福島県田島にイタりる鉄道の一部である。北側では藍津線、只見線、万越再線を経て、同票第26号の山形県米沢より福島県北方にイタりる鉄道である。日中線、南側では日光線を経て、同票第35号の栃木県鹿沼より栃木をふって茨城県小賀に、 イタリル鉄道と結び、山形県米沢市と茨城県古河市を結んで、大羽本線と東北本線とを短絡する、野川線構想の一部を形成していた。その後、日本鉄道建設公団建設線として建設が進み、予定線の内東部絹川線と、並行するいまいち、藤原間を除き、橋梁、トンネルを含むほとんどの鉄道施設が完成していたが、 国鉄再建法により工事が凍結された。しかし、鉄道の開通を目指す地元自治体などにより、第三セクター方式での運営が決まり、設立された野岸鉄道が引き継いで開業した。この際、東武絹川線新藤原駅に接続し、直通運転を行うことが決まり、非電化で建設された路線を電化する工事を追加で実施している。ありがとうございます。